こんにちは、耳鼻科専門診療所の岳先生です。今日の動画はですね、咳です。特に長引いてる咳とか、あとはコロナかかったけども咳だけ残っちゃったとか、あとね、いわゆる咳のタイプでも喉がむずがゆくて、それで咳が出ちゃう、でそれをどんどん繰り返してしまってるような方、あとね、痰が絡んで咳になっちゃう人もすごく効果のあるものになります。今日はそれを対処する2つのツボを皆さんにご紹介していこうかなと思います。でね、これ実際僕がある場所で本当にたまたま出会った人にちょっとそのツボを押したら、劇的にその場から咳が全く出なくなったっていう実体験もありました。なそれをもとにね、皆さん今日お伝えしていこうかなと思います。それでは行きましょう。ではですね、まずこの咳が長引いてしまう人っていうのはですね、どんな特徴があるのか、なんで長引いてしまうのかっていう話なんですが、通常であれば例えば風邪ひいて、咳もね、鼻水も喉の痛みもバーって出ます。で全部の風邪の症状が落ち着くとともに咳も治っていくっていうのが一般的じゃないですか。でもなぜか咳だけいつも残ってしまったりとかっていう人がいるわけです。何かっていうと、単純に言ってしまうと喉の炎症が収まりきっていないということなんですね。皆さん感覚的に分かると思うんです。長引いてる咳の場合って大体が喉がむずがゆいっていう人が多いんです。でそのむずがゆくて、むず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 とかチクチクとかして、それがファクターになってギャオギャオギャオっていう風に出てしまう。でさらに言うと、その咳によってさらに喉を傷つけてしまって、さらにまた咳が出てしまうみたいな悪循環に陥ってしまうっている人がほぼほぼだと思うんですね。なのでつまりこういう咳の場合に何をすればいいのかっていうと、喉の炎症を抑えてしまうことさえできれば、咳っていうのはなかなか出なくなってくるわけです。なので今日はね、そのツボを2つお伝えしていきたいんですが、僕のね、ちょっとある体験があるので、ちょっとみんなに聞いてほしいんですけど、僕ね、よく沖縄の方にダイビングをしに行きます。それはスキューバダイビングやりますし、メインはね、素潜りですね。フリーダイビングとかスキンダイビングっていうふうに言うんですけど、素潜りをしに行きます。でその時に那覇の港からですね、1時間ぐらい船で行って、ケラマ諸島というふうに大体行くんですけども、それでね、船一緒に乗った女性の方がいました。大体まあ40代ぐらいかな。でその人はね、何度か船一緒だったんで、顔見知りだったんで、あーこんにちはなんて言っててね、でゲホゲホやってたんで、どうしたんですかって言ったら、いやもう昨日か一昨日ぐらいからなんかもう咳が全然急に止まんなくなっちゃって、今日のね、潜るのちょっと不安なんだよねって話をしたんです。咳止め飲んでも治らなくてみたいな。あそうなんですかって言って、で僕のお仕事ね、たまたまその方をご存知だったので、じゃあ僕がちょっと見させてもらっていいですか、体と思って、で船に乗りながらちょっとね、その人のね、喉とか触って、あここが悪いな、ここが悪いなとかっていう風に見てたんです。でその時に、どうやったら治していいですかって切実な思いで言っていただいたので、じゃあこことここのツボを押しといてくださいっていう風に指導させていただいたんです。そしたら船に乗ってる間ね、その方やっぱり一生懸命押していただいてたんですね。さあね、そこから一切咳が出なくなって、見事ね、その日スキンダイビングね、もう楽しむことができたんです。でその後も全く咳が出ずに、もう完全にそこで咳が治っちゃったっていう本人は表現してましたね。で僕も実際はそのツボを押して治療するっていうことって、まあそこまで多くないんです。やっぱり針をしたりとかっていうことが多いので、ツボを押すっていうことはないんですが、改めてその例をね、聞いた時にやっぱりツボって押すだけでも効果があるんだな、なおかつちゃんとポイントが分かってれば治るんだなっていうのがね、非常に実感がありました。なのでその時にその40代の女性の方にお伝えしたツボを今日2つ皆さんにもお伝えしようかなと思います。実際にめちゃくちゃ効果があったツボになりますのでね、ぜひ皆さん覚えて書いていただければと思います。じゃあ行きましょう。ではですね、そのツボを2つやっていくんですが、やはりですね、喉の筋肉をしっかりと緩ませて、喉の血流がいい状態にしてあげるというのがやっぱり一番のポイントなんです。そのために一つ重要なのは合谷というツボです。合谷、聞いたことあると思います。場所はですね、そんなに難しくないです。手をですね、こんな風に出してください。まずイメージとしてはここ三角形になってますよね。ここ骨で三角形、ここの三角形のだいたいこの辺、人差し指寄りですね、この辺になってきます。でここをですね、こんな風な手の形してた時に、こうやって親指を押すんですね。見えますかね、親指でこういう感じ見えますかね。こうやって押していただくだけ。これはね、グリ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 やっちゃダメなんです。こうやってグリ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 皆さんやりますよね。どうしてもツボ、あもっと効いてくれたらいいなと思ってグリグリやるんですけど、それは逆効果で全然効かないんですね。それよりかはぐーっと、あ痛い、気持ちいいなっていうところをずっと捉え続ける、一定の圧で。それで10秒から15秒やったら1回離して、でもう1回押してっていうのを3回から5回ぐらいやっていただく。
反対も同様、同じようなポイント。ここですね。ここです。この辺ですね。親指側じゃないですよ。人差し指側ですよ。それをここ。ここをギューッとこんな風に押してます。決してね、僕が、その人に対して僕がツボをしたわけじゃないですか。その人自身が押していただいて、そしたら治ったっていう話なので、僕みたいにツボを押すのがもう超一流じゃなくても全然大丈夫なので、大体でいいです。この辺をギューッと押して、ポイントはグリグリしない。グイーッと一定なって気持ちよく押していく。これがまず一つ目、合谷というツボになってきます。それでは二つ目。二つ目は、尺拓というツボです。尺拓です。肘です。肘にあるツボです。まずこう、真ん中を見つけてください、肘の。そこで、まず指を当ててもらって、肘をね、曲げ伸ばしすると、なんとなくくぼみがあるのがわかると思います。はい、そこから、親指側にちょっと行ったところ、親指側にちょっと行ったところ、ここに、ツボっていうのがあります。で、ちょっとね、押すとね、痛いんですよ。特に、肘曲げてる時に押すと痛くないんだけど、伸ばした時に押すとすごい痛いところがあります。これが、大事な大事な尺拓というツボになります。もともとこのツボはですね、肺の機能を強くしたりとか、あとは呼吸を深くしてくれたりとか、あと喉の炎症を取ってくれたりとか、結構ね、咳とか風邪関連ではよく使うツボになります。これもね、反対も同じようにここをグリグリってやらずにじわーっと押していくと。じわーがポイント。で、しっかりとね、ここを押していただくと、あら不思議と。不思議なぐらいに咳が収まってくれます。その人もね、同じようにコン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 ってもう空咳のような感じでね、してました。やっぱり喉が難しくて咳出ちゃうんだよねって表現されてました。そういった方がね、もう瞬時に治ったツボになってますので、実際に僕もね、本当に船の上で治療させていただいて、改善を実感していただいた例になりますので、ぜひ皆さんにもね、これをシェアできればなと思って、今日はお話をさせていただきました。今日はね、咳で、ね、悩んでる方すごく多いと思うんで、その方のために最適なツボ2つをご紹介していきました。少しでも役に立ったよって方は、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。